はい、マッソゲームズでーす。はい、モンストをやっていきたいと思います。ゴジラモンストコラボのね、ゴジラキャラゲットのコラボガチャっていうのがあるんですけど、前回このね、ゴジラ玉をゲットしたんで、これ今回やっていきます。で、どんなキャラが出るのか全くわからない状態なんで、ちょっとネットで見ていきましょう。じゃん、こちらモンスト、ラドン、メカゴジラ、モスラ、キングギドラ、スペースゴジラの詳細ステータスっていうことで、これがゴジラ玉を使用してゴジラコラボガチャで回すことが、回してゲットできるキャラクターたちですね。うん、どれもかっこいい。ちょっとステータス見ていきまーす。はい、こちらがね、ラドンっていうやつなんですけど、まあ進化するとこのファイヤーラドンっていうのになります。でね、バランス型、飛行幻獣キラー、クロスレーザー M っていうことでね、まあこういった能力ですね。で、次、こちら、メカゴジラ、マインスイーパー、で、デストファイヤー、フレームを前方の広範囲に放出ということで、これが進化すると、これ、三式気流って読むのかな?メカゴジラ。これもかなりかっこいいですね。貫通ホーミングがついてます。レベル99まで上がるってことで。うん。これも超かっこいい。これ2体目ね。で、3体目が、こちら、モスラですよ。いやー、昔ね、ゴジラの映画で、モスラなんか見ましたね。飛行、アンチ重力バリア。飛行って何すか?飛行だとなんかあるのかな?敵にバウンドするたびに刃を周囲に放つ。ロックオン衝撃は6468。おー。らしいです。で、これが進化すると、鎧モスラ、スピードがかなり速い、スピード型ですね。飛行アンチ重力バリアで、鱗粉を周囲に放つ。ロックオン衝撃は9055。結構強いですね。うん。で、次、じゃん、こちら、キングギドラ。飛行鉱物キラー。ね、これ、ホーミング12ってことでね、1500の強さの、ホーミングがいくんでしょうか。はい、みたいです。で、これ、メカキングギドラになると、飛行鉱物キラー、振り叩きすべてに雷で追い打ち。うわ、ターン、30ターン使いますね。で、ホーミング18。すげえ。で、最後、スペースゴジラ。うん。飛行妖精キラーということでね、16方向に大属性弾を2発ずつ乱れ打ち。で、進化すると、戦闘生命、スペースゴジラ。かっこいいな、これ。バランス型、孤島ハリケーン。触れた最初の敵をランダしぶっ飛ばす。16方向に特大属性弾を3発ずつ乱れ撃ちってことです。なんとなくキングギドラ欲しいなって思ってます。はい。はい。ということで実際にゴジラモンストコラボガチャやっていきたいと思います。キングギドラは出るのかな?では、コラボガチャやるぜ!ゴジラ玉1個。正直ゴジラ玉1個ガチャ。おお、ゴジラだ。今日見てきたゴジラだ。しかもこれ銀座でしょ。銀座で東京タワーが左に見える感じだ。うわー、ゴジラ東京を襲わないでくれ。いけ、あれ、いけ。何が出る。あ、目玉だったのか。お、金の卵、全部金の卵なのかな。キングギドラ、おお、ドラじゃなかったけど、噛みすぎだけど、スペースゴジラが出ました。妖精飛行キラー、はい、ということです。どうなんでしょうか皆さんね。これって何回もゲットできるのかな。これまた何回もやればゲットできるんですかね。まあまたなんかいろいろゲットでするためにちょっとまたやっていきたいと思います。はい、ということでね、マスオ TV でも言ってたように、ゴジラモンストコラボをしっかりね、やっていきました。皆さんもね、ぜひやってみてください。いやー、楽しかったな。うん。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひ見てください。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。